九州ではこの先も大雨に警戒が必要です。まずはこの時間までにいただいているリポート見ていきます。1枚目は熊本県熊本市南区の方からです。まさしくゴーという雨が降っていて目が覚めました。降りすぎるのも怖いですねとコメントをいただいております。雨の音で目が覚めてしまうほどのしっかりとした降り方リポートでいただきました。この先も熊本県内ではこのような降り方続きそうです。では続いて見ていきましょう。同じく熊本県阿蘇郡小国町の方からです。河川が少し濁り始めていますが今はそんなに水量は増えていません。強い雨が降ったり止んだりしていますとコメントをいただいております。こちら河川の状況を撮影していただきました。この先も断続的に降り続く雨により河川の増水等にも警戒が必要です。ぜひリポートも安全な場所からお送りいただくようにお願いします。ではここからは予報センターの内藤さんにこの先の九州の雨について伺っていきます。内藤さん、この先も九州などではこのような雨の状況続きそうでしょうか？はい、そうですね、はい。お昼過ぎにかけては引き続き局地的に発達する雨雲、これに伴う大雨に十分な注意や警戒が必要です。はい、現在の状況です。6時40分現在の雨雲レーダー、これに皆さんからの報告を重ねています。現在活発な雨雲なんですけれども、はい、九州の南部方面に流れ込んでいるものが一つ、そしてまた長崎県から熊本県阿蘇方面に流れ込んでいるものが一つ、一部大分県内にも流れ込んでいるような状況です。これらのですね、雲の形よく見てみますと移動方向に対してややライン状に並んでいるような形態をとっています。はい、一つ一つの雨雲のセル上流部分の発生点を見てみますと、まあ、順調に動いてはいるんですけれども、同じような場所で、まあ、1時間から2時間程度ですね、激しい雨や非常に激しい雨が降る可能性というのがまだお昼過ぎまでは継続するような状況となっています。はい、これまでに降っている雨の量で土の中の水分量なんですけれども最新の状況を見てみますと、九州は鹿児島県などを中心にして土の中の水分量多くなっております。はい、この方面では地盤もかなり緩んでいるということでですね、あとわずかの雨でも土砂災害などが発生しやすい状況となっています。6時52分現在の注意報警報の状況です。鹿児島県内などでは土砂災害警戒情報も出されているところがありますほか、はい、大分県内でも大雨警報、また愛媛県内でも大雨警報の出ているところがあるような状況です。この後の予想なんですけれども、降水の予想分布の方で見ていただきたいと思います。今後もですね、九州、熊本ですとか鹿児島あたりを中心に激しい雨や非常に激しい雨が降りやすい状況となります。はい、一時的に弱まったとしてもお昼過ぎにかけて梅雨前線南側での雨雲の再度の発達、発達しやすい環境というのが継続しますのでね、まだ油断ができません。はい、最大のピークが超えつつあるところもありますけれども、これからお昼過ぎにかけてまだ警戒を緩めないようにしてください。はい、この先も雨が落ち着いたタイミングでも土砂災害の発生する可能性があります。危険な場所には決して近づかないようにお願いします。最新の情報は天気アプリウェザーニュースからご覧ください。